盛り上がってんな、今日のジュリエッタたち。まだまだだ、これから僕たちがもっと盛り上げる。いくよ。何をしたらいいのか分からなくて、いつもうつむいていた。裕次郎と愛蔵と出会うまでは。映画この世界の楽しみ方、シークレットストーリーフィルム。